あります。私今日はこれ楽しかった。あ、お名前見せてくれたもんね。ありがとう。昨日マツパ行ってきたので、まつげはギャンギャンに上がっております。楽しみです。やったー、スケブ見れるの。もう一個に来て、来て、もうちょっと大きくした方がいいんかな。ちょっとちっちゃいかな。ハニャからハート、髪伸びたよ。めっちゃ伸びました。もうすぐ染めに行くので、今日はめちゃくちゃ色落ち髪とのおさらばでございます。生誕祭とかも、ね、大好きなんですよ。なんかはい、ドラさんのレイちゃんやらせてもらってます。統一とかあるじゃないですか。だからすごい見ててね、素敵って思ったりする。てるてる坊主じゃなくてもいいのでは。なるほどね。今日も楽しかったんですけど、デザイン決まってない。また頑張ろうって思って。決まってないんだよ。もうテルテル、そう、テルテル坊主。どうしました。でも楽しかったです。お、TikTok はありがとう。コンサート全部当選強。結構落選祭りやったみたいで、皆さんの反応を見てると。こんばんは、こんばんは、遊びに来たよ、ありがとう。カレンタンとのカレンタンとの TikTok 撮ったことないけど、あら。なんやろ、あれかな、 YouTube じゃない、Twitter かな。わかめ食べてそうって言われたやつかな。ハータンのやつかな。たい焼きありがとう。あ、ラジコありがとうございます。選抜コン見つかっちゃった、ピロピロ見つかっちゃった、ピロピロ、ね、外れてる方多いんや。さくらんぼありがとう。どうしよう。リアちゃんからはどんな顔かな。みつき結婚していっぱい、そう、1個やって1個やって TikTok 始めたんですよ。ありがとう。あら、選抜コン外れたって。夏コン顔どうしようかな。番組当選したので支払い手続きしてきて、ありがとうございます。会えるの楽しみですね。全落ちしたって。白組と選抜当たったので、強っ、見つけてね、当たったよって、すごい。金子さんに白い布かけて、いいねそれ。誰もよくありがとうございます。可愛く撮ってほしいな。クオリティすごい、頑張ってます。頑張ってます。明日投稿しようかなと思ってるので、 TikTok もうね、ストックいっぱいあるんですよ。もう作っていかないとさ、追いつかないから頑張って作ってます。お母さんにちょっと休みって言われるぐらい嬉しい。めっちゃ面白くて好き。やった。一般、そっか、一般あんのか、まだコンサートが暑いから。来てほしい。夏は特にこう会話違う友達がレコちゃん流れてきた。お、流れてきた。くくることが多くなりました。マジ嬉しい。次何にしようかな。横顔綺麗。うま。割と横顔あんまり自分の好きなの。腹薄って。薄い？嘘。私か、ああ、原さんの方出てきた。お腹の話した原さん出てきた。ああ。あ、チクドックめっちゃ可愛い。やったー。確かに白い布かぶるのもありやな。まあなんか今作りましたよみたいな感じ出しといて、あとはなんか家でなんか適当に作ろうかな、じゃあ。凝ったやつ作ろうかな。私はちょっとあのこのバームクーヘンを食べます。うわ、カロリー高い。でも今日は公園やったからまだよしとします。私今スーパーダイエッターしてるから、あのほんまに食べてなくて。ありがとう。なんかご褒美、ご褒美もらった。ありがとう。そう、ドーナツっぽいよね。実はバームクーヘンなんです。バームクーヘンを食べたいと思います。わー、久しぶりになんかこんな食べる。両パージ千秋楽出演しますよ。もう出演発表されてますよ。私名前出てますよ。いただきます。チェチェロレインボースター、ありがとう。うん、うめえ。ありがとう。うめえです。マナブさん、さくらんぼありがとう。今日は羊ヘアです。今日は羽根小石をぜひ可愛くて、ケイトが決めてくれたんです、髪の毛。アニちゃん何しようかなって言ったら、羊はって、もうケイトが言うならするっつって。
スーパーダイエットしてる。ありがとうございます。それをパセン集落、昨日だから大阪魂の練習して、で今日ルビーの振り起こし、もうめっちゃ遅いっすわ。どこ味で、うん、え、ちょっと待ってや、マジで大阪魂しんど。ケンタ君、ケンタ君ありがとう。これめっちゃ怖い。まだ軽くしか踊ってないけど、軽くだけでしんどいからほんまにちょっと怖い。くまちゃんどら焼きもらいました。かわいい。これ似合いすぎてる。めっちゃありがとう、くまちゃん。あー、あ、みんな何してんの？いただきました。一位様や。一位様や。かわいい。ウィンクいじる。かわいい服着てる今日、一位様。一位様。ダサい服って言っといて。かわいい。めちゃめちゃかわいい人が目の前にいます。猫、たい焼き、ありがとう。何グラしました？してない。小判。一生懸命でいいと思う。ありがとうございます。参りました。いないかのような。いないかのようなもう。もうコメント欄が一位様一位様って。今いじってる。覚えとけよ、レイコファン。一位様。覚えとけよ。トラホー。ありがとう。一位様。ナルさん。あ、来てくれた。ゴールデンマイク様って。ありがとう。なんかやられますよ、ちょっとしたら会いたいな。うちの通天閣行ってました。1位になったら冠ライブするって言って、うん、全然セトリ組まれへん、うん、えー、なかなか自分で考えてはいるんですか。うん、なんかこんな曲したいなとかあるけど、うんうんうん、むずいですよね。でも来たいと、いざするとなると、えー、でも早く見たいな。目が苦しいのででか目でかお待ちしております。さすがよ。挑発の顔挑発されてるぞ挑発されてるぞみんなねだりさん覚えとけよ覚えとけよ言うて挑発されてるぞ。ナポキュンです。バイバイ。お疲れ様です。マーポンピロピロヒロシだからキュンです。みつき誰も、ね、もうこぼれてた目。アミリちゃんはたい焼きありがとう、ね、今日もたい焼きのギフト何？たい焼き初心者でした。大好きたい焼き。半身買って喜んで貼りました。なんかこれ嬉しいわ。嬉しいわ。寝てるか起きてるか分からない。今？ナウ？ごめんね。髪切ってないね。伸ばしてるね。ありがとう。今日は伸ばせたよ。ラビじゃないよ。今のはしおりさんです。ゆいないと思われます。ご褒美ありがとう、ケンタ君。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆいさんの、ね。ピロピロおじちゃん。キュンでーす。ありがとう。そう、にぎやかですね。こんばんは。はじめまして、はじめまして。ウサピオから。ワイの水田さん。タイヤキ。タムボブさん、コバ。ありがとうございます。の、久しぶり見れた。ピヨピヨおじちゃん。お願いしよう。タレントを見ると元気がいい。亀ヶ関当たりました。可愛く撮ってください、ぜひ。もう本当に。いっぱい見といた。マジで。いっぱい見てくれました。痩せた。こんなん食べながら痩せなって。まあでも今ダイエットから1週間経ってますので、頑張ろう。お疲れ様です。疲れた。タンベマーボさん、お花ありがとうございます。ウェディングドレス、ショールーム明るくしてます。なんか光のなんかあるよね。それ知れる。ずっと山福ありがとうございます。初めて見に来た。11月以降、劇場お姉ちゃん会えてない。マジ？はよわお。半年以上ってこと？いやタルト、なんか欲しいもん。なんか欲しいもん。もう何でも嬉しいんやけど。前、でもショールーム？違うわ。インスタライブで言ったのは、身につけるものは、でも本当にちゃんと身につけるから私。例えば、それこそお洋服だったり、あのアクセサリー、ネックレスとかめっちゃするし、私。
シルバーアクセとか、あと靴もめっちゃいろんな履きたい人だから履くし、靴下とかも、もう何お仕事の時って大体くるぶし靴下履かないといけないんですけど、めっちゃいるんですよ。だからもう何でももう身につけちゃう、皆さんからもらったもの。腹筋はバキバキにしないな、腹筋苦手なの。やばい、ありがとう。23は多分出ないと思う。いつ来てくれる、うん、ないね。3月以来マジ、うん、上限金額変化ないと思う。多分1万円以内かな。何も浮かばないから毎月ディアバスティ。え、逆にさ、私さ、なんかその最近趣味できたものの、なんかお家でできる趣味とかないから、逆にディアゴスティーニ送ってくれたら全然やるで。T シャツのサイズはあの普通のこういう T シャツ着てる時はもうめっちゃオーバーサイズが大好きなんですよ。で逆になんかピチティとかあるじゃないですか、ピタッとしてる T シャツの時、お腹のねとこは結構小さめサイズ着るけど、でも普通の T シャツだったら結構 L とか XL とか着ることが多いですね。ラッパーみたいなネックレス送って、強くなりたい。靴のサイズは 24.5 です。そう、ちょっと大きめなんです。 24.5 なんですよ。前のブレスレット買った店でいいのない。おお、ブレスレットもめっちゃつけるし、私だし半袖になったらよりつけるしね。そう、 24.5 です。ぜひぜひ早くブレスレット探しに出かけたい。あら、そう、おしゃれなのよ私。お見送り、あ、参加した、あら、ありがとう。お、チケット取りました。正面向いてくれない風船で、よく私多分出ないね。一個も気合わへんかった。あ、不足がこれな。バロタ。T シャツ、T シャツ、おちー。一番ね、好きな靴も、いや、ほんまな、それな。そうそう、腹、多分されてないと思う。本当に送るやん、本当におもろい。いや、全然やるで、私。趣味。になるわ、毎月楽しみになるね。クロミちゃんのぬいぐるみ、あ、いいね、ぬいぐるみ大好き。ディアゴスティーニ、誰も早く笑った。お手紙はもう本当に嬉しい。え、ファンレターマジで嬉しいよ、もうチュッチュしちゃう。メニューがずっと迷ってるからシンプルにまず手紙。いや、もう本当にね、やっぱ一番なんだかんだ気持ち伝わるじゃん、めっちゃ嬉しい。第13位は、もらった手紙は全部あの手紙ボックスって大きい箱があるんだけど、お家にそこにしまってます。アメリーちゃん、読んで、うん、スーツで見に行こう。第11位のマーコ、こっち探すわよ。おそろっちの、あら、アクセ、ありがとう、ちゃおうかなって。第9位、お酒屋、かわいい T シャツと、あ、そうなの。え、なんならこの T シャツもファンの方が送ってくださった T シャツなんですよ。スイカマン、本当にね、ね、もう証拠でしょ、これ。第6位、タンメマーボーさん、ありがとう。グズエル、確かにプロフィールに靴のサイズ表、ありがとう。大丈夫、ね、ジーンズあったんだけどサイズ、ね、ジーンズは それがね難しいんだけど、でも私のウエストに合わせるとなると大体 S とか、まあ、M が多いかな。ハニャ金メダル、うん、でも本当 S か M で全然いけます。第1位はケンタ金メダル、森山氏のディアガス、あのあのさんのやつね、大喜利の水曜日のダウンタウンの森山のディアゴスティーニ、あれほんま好き。私もうあの3回のやつマジで好き、めっちゃ見てる。来てくれて今日もこうやって見てくださりありがとうございます。報告待ってますって。ずっといい T シャツないか調べ探します。ねえ、 T シャツって1回探したらなんか永遠に探すよね。ミルクパズル、そんななんか可愛いやつあるの。誕生日当日、こいつじゃなかったね。全部見てます。何に送って届いたって言われたこと、マジ？ありがとう、いつも。私レグちゃんと同じ日ってたっけ。あ、そうなの？プレゼント全部つけてみたの。動画。そう、身につけてる、そうなのよ。本当に身につけてるからね。大事、ありがとう。こちらも。レッスン着とかできそうな T シャツ。え、マジでありがたい。レッスン着の T シャツとか本当にありがたい。片方これ三つ編みでめちゃめちゃ。最後まで集めて。確かに。私は身長は 162.4 か6、どっちだったかな。160、あのもう大まかにすると162センチです。ママありがとうございました。大使ありがとうございました。スクショの数が大変、確かに身につけてたらな。インチ、うちわとか嬉しかったです。そうね、嬉しいよね。小色がおめでとう。さやさん復活しようか、ナイキの、あーね、そうかな、一番
で、ほぐしたアカラークはやめてもらって、さすがに。おじいちゃんが咀嚼したあのバナナジュースも大丈夫。楽しかった。ありがとうございます。私ももう大好き。ほんまにその2つほんま好き。あと夜更かしとかも。定期した。うん、やれてね。うん。あ、レイコに初めて。嬉しい。いや、ほぐして明るくて何ですか？うん、全部真っ白なパズル。え、難しいってことか。え、めっちゃ楽しそうだね、それ。そう、伸びてるよ。あとなんか見つけろ。ディアゴスティーニアもマストで。Lサイズか。レイちゃん出ないか。前日のレオパ。千秋楽、そう。やっぱね、千秋楽出るのでプレゼント着用 TikTok の確かにね。でも一回やっちゃったらなんか私の撮ってもらってないみたいになっちゃうからちょっと難しいかもね。プラダ忍三郎の DVD コレクション。私ね、私のお母さんあのめっちゃ好きなんですよ、あの田村正和さんが。だから古畑任三郎とかもよく見てた。髪もずっと伸ばすよ。1万円の壁と千末の壁は似て非なるものである。ね、お話しかい。それなあらかな、コナンとかのアフレコわかる。もあの早く腕を振ると速く走れるってやつとかね、もともと当選してたんだけど考慮。どうなんだろうね。ギリ間に合いそうだから申し込んだ。あら、うわ、間に合うといいし当たるといい。本当にどっちもねクリアできるといいな。宇宙飛行士の、そうなんや、めっちゃ頭良しそうなる。ガンプラ、でもそういう細かい作業好き。これあら当たりませんって、めっちゃ丁寧に書こうって。師範、すごい。すごいね。私字めっちゃ下手くそだからめっちゃ尊敬する、そういう人。500個もありがとう。一昨日はラジコありがとうでした。ありがとうございます。今ね日本に帰ってきてるんですよね。いや嬉しいです。原田好きって言ってもらえるの、またね原さんと一緒に出れたらいいな。その時はまた絶対送ってください、お便り。髪が長いとバリエーション増え、そうだね、めっちゃいっぱいやってる。確かにね、ストーリーがなんかにプレゼント上か、わー、あげていいもんなんかな。そこはもうほんと大人の方と相談って感じかな。あんまりね多分ダメな気するんだよね、大人判断だとね。マッコリがいっと T シャツ水色と黒だったらどっちがいい。どっちも好き。うわー、どっちも好きだな。めっちゃ好き。でもまあ着やすいってなると多分黒の方が着やすいかなっていう。お、選抜当たったよーやって、楽しみ。1メートルくらい。ママメ自動更新のやつにしたアプリ。そんないろいろあるんだね、そういうのは。なんかナンバーエ公演見てた。いやそれな、早うやで、ほんまに公演また変わってありませんって。お、ロングのレコちゃんどうタイプ。よっしょ。腕を振ると伝わるよ、もちろん。もう TikTok めっちゃ見てるから、もうそれでめっちゃ流れてくる。絶対入りたい。あ、バーパスウィンクね。モルカーもプラも、そうモルカーさ、そう島村とモルカー今コラボしてるじゃん。もう欲しくて欲しくてたまらない。ていうかモルカーグッズマジでめっちゃ欲しいんだよ私。モルカーと、あと私最近カービィ好きで、カービィの今あのトートバッグっていうか、なんかエコバッグみたいのもガチャガチャで当てて使ってるんだけど、そうモルカーとカービィめっちゃ好きです。金曜日はずいたけど選抜亀戸席、お亀戸席可愛く撮ってくれし、レイコがいいの女すぎ寄せてることが、いやそんな嬉しいわね、そんな。村も今日引き継ぎますか。こんばんは。ファンレターをしたためるしかない。確かに逆、いやでもそれ難易度確かにな。なんか手紙長文であるかもやけど全然いいよ、そんなん気にしないで本当に。うん、大人がね、何時まで、15分経ったらもうあのお帰りの車ももう
多分来てるので15分経ったらモルカーはモルカーだよ。黒の服みたらしだけはちゃんとコロコロあるんで大丈夫です。 TikTok の衣装のやつマジで神、本当にあと衣装今3つあるストックで、また取れるから結構頑張る。うん、そうカビ好き。 TikTok 原田で当てるの強い。そうユイナとこの前ほんと中学生みたい、この話したっけ、この話したっけ、したな、したからいっか中学生みたいなデートしたっていう、したな。モルカー系送りたいんだけど今手紙と身につけるものと増加しかプレゼント、あそうなんや、大変だ。これの前にお互いコールってる動画めっちゃねえ聞きたくなる。本当にガチャガチャ見るけど盛るか多いの。立ってる、立ってるんか。じゃあもうそろそろ、もうそろそろっていうかもう終わりようかにゃ、うん、めめごちそうさまでした。さあということで順位を発表したいと思います。いきまーす。13位坂さんありがとうございます。12位マッツありがとうございます。11位リコありがとうございます。10位愛花ちゃんありがとうございます。9位中志さんありがとうございます。8位慎吾さんありがとうございます。7位アムさんありがとうございます。6位ターくんありがとうございます。5位が久尾さんありがとうございます。4位がビート&ビートさんありがとうございます。3位がディースカレットさんありがとうございます。2位がブラッキーさんありがとうございます。そして1位がタカさんありがとうございます。ありがとうございます。なんかナングラはいい感じになんかテルテル作って、あとはもう写真にあげますね。なんか作った工程はちょっともうこれで見せたのでいいでしょうということでありがとうございました。ありがとう。じゃあまた次いつ配信できるかわからないけれども、その時にぜひお会いしましょう。ありがとう来てくれて。またね、バイバイ。